そこにいるの、ラムちゃん、ラムちゃん？あら、よその国でも声かけられるなんて、私たちってば有名人。ゲ、ネプギア。またゲって言われた。私嫌われてるのかな。嫌いじゃない、会えて嬉しい。ありがとう。ロムちゃんたちもリーンボックスに来てたんだね。まだ来たばっかり。少しでもシェアを集めようと思って。そっか、頑張ってるんだね。ネプギアちゃんが頑張ってるから私も頑張る。むむむ、そういうことだから邪魔しないでもらえる？私たち忙しいんだから。そう簡単じゃないみたいよ、この国でシェアを獲得するのは。え？どういうこと？犯罪心崇拝規制会長？ラムちゃん、わかる？子供には難しかったみたいです。バカにしないでよ。つまりそのチカって人が悪いやつってことでしょ？そうであれば話は単純だけど、チカの言動がおかしくなったのは本当にここ数日のこと。悪と断定するのはまだ早いと思う。じゃあ分かった。きっとそのチカは偽物なのよ。偽物？そう、悪いやつがすり替わってるんだよ。それなら辻褄が合うわ。そういう絵本読んだことある。その可能性は低いんじゃない？偽物だったらさすがに警部が気づくでしょう。いいえ、多分気づかない。え？私は人の機微には疎いから。外見が同じであれば簡単に騙される自信があるわ。そこに自信を持つのもどうかと思うんですけど。でもそれじゃあ調べてみる価値はありそうですの。でもどうやってです？私たちも以前の教祖さんは知らないですし。あ、ユニちゃん。ユニちゃんなら様子がおかしくなる前に会ってるかもしれません。探してみましょうか。素直に協力してくれればいいけど。ロムちゃんとラムちゃんも一緒に来る？うん、一緒に。私たちは忙しいの。教祖とか興味ないし。行くなら自分たちだけで行きなさいよね。そっか、それじゃあまた後でね。ふーん、それで教祖が偽物かもしれないって思ったわけね。うん、ユニちゃん、少し前にチカさんに会ったことある？この国に来た時、挨拶程度にね。確かにあの時は犯罪組織に折れるような人には見えなかったけど。それじゃあお願い、もう一度会って確かめてもらえないかな。私からもお願いするわ。私に人を見る目があれば手間をかけさせずに済んだのだけど。いやよ、なんで私があんたの頼みなんて。ユニちゃんにしか頼めないの。だからこの通り。私にしかできない？そこまで言うなら仕方ないわね。やってくれるの？ええ、任せておきなさい。偽物とやらの正体、私がバッチリ暴いてあげるわ。一日この姿で過ごさなきゃいけないのか。こういうのは向いてねえんだよな。こんにちは、チカさんいらっしゃいますか？
うわっ、この声じゃねえ。はい、私はここにいますよ。よかった、やっと会えたわ。頼まれてたモンスター退治して以来ずっと会えなかったから逃げられたのかと思った。結構そんな逃げるなんてやましい方のすることでしょう。そういえばゲームキャラの情報をくれるって約束だったよね。すっかり忘れてたよ。その件は現在こちらも調査中でして。ん？あ、てめえ、じゃない、あなたはラステーションの女神候補生。なんでここにいらっしゃるのかしら。あら、私のことご存知なんですか。初めてお会いするのに光栄です。それは教祖として女神候補生の顔くらいは存じてますのよ。ええ、ボロ出すの早すぎない？なんで私気づけなかったのかしら。それにこいつ多分、ごめんなさい。よく考えたらお会いするの初めてじゃなかったですね。え？そうだったかしら。最近どうも物忘れがひどくて。そうね、だいぶ前のことだもんね。ラステーションで私にぶっ飛ばされたことなんて都合よく忘れてるわよね。誰が忘れるかよ。てめえみたいな生意気なクソ小娘なんぞにやられた屈辱。あ、もしかして下っ端さんですか。すごい、ユニちゃんどうしてわかったの。どうしてわかんなかったのか逆に聞きたいわよ。どう聞いても声が下っ端じゃないこいつ。わからなかった、情報部失格だわ。くそ、この完璧な変装がバレるなんて。けっ、今まで簡単に騙されやがって。頭の中までめでてえ連中だぜ。本当に偽物とすり替わっていたの。本物の地下はどこ。答えなさい。答えてやる義理はねえよ兄さん。目的のほとんどは果たしたんだ。ここはとんずらこかせてもらうぜ。あ、また逃げた。追いかけましょう。何としても地下の居場所を聞き出さないと。はい、待ちなさい。待ちなさいよ。人に仕事頼んでおいて置いてけぼり。ちょっと、もういいけど。別に一緒に行きたかったわけじゃないし、